こんにちは、速稼塾のコブです。酒類を提供する飲食店の時短要請っていうのがありましたけども、これは随分ね、理不尽な話だと思うんですよ。酒類を提供するって、なんでお酒がいつも敵になるんですかね。お酒とか関係ないと思うんですよ。お酒を飲むと気が大きくなったり大きい声を出したりとかっていう風な雰囲気はありますけども、それはそういう環境を見た人が言えることじゃないですかね。一人酒とかね、どうやって大声出すんですかね。お酒ってじっくりと自分に対してちびちびとね、バーとかでグラスを傾けて飲むみたいな、そんなね、大人のイメージもあるんですけどもね、安っぽいギャーギャー飲み会みたいなのを想像するんですかね。それは菅総理をはじめとする、この前の8人飲み会みたいなところで行われてることじゃないんですかね。ああいう形のものをね、イメージするとそれは違うと思うんですよ。そして今回ちょっと問題にしているのがね、ヤフーの記事であったんですけども、ちょっと画面を切り替えてご覧いただきたいんですけどもね、このタイトル見てください。うちらには死ね言うてんのか、時短要請でも酒店などには保証なしということなんですよ。そう、お酒のお店って結局どっかからお酒を仕入れてるわけですよね。でもお酒の最前線たる消費窓口である店舗ね、お酒を飲む店舗、居酒屋さんですとかバーとか、ああいうところですね、あそこがやらないってことは、そこに納品するお酒の業者さんっていうのはもろにダメージを受けるわけじゃないですか。じゃあそこにもちゃんとね、保証があるべきなんですよ。でもこういう業者さんには保証がないんですよね。結局そういうところだと思うんですよ。飲食店も店舗を一旦停止すると納品する業者さんとかがものすごく困りますし、もっと前のことを言えばですね、じゃあ生産者さんとか輸入を起こしてる会社っていうのも何ヶ月も前からそういう段取りを取るわけじゃないですか。じゃあそういうところがもう発注も止まらない、商品がこっちに向かってると、でその商品が行くところがない、店舗が閉まってるからとなると、在庫を抱えてもうそのまま終わってしまうのか、叩き売りをしてね、赤字で、自分たちは耐えていくのかってことになっちゃいますから、やっぱりそういうふうなね、この一番表に出てる店舗とか販売店っていうのだけじゃなくって、その裏につながる、やっぱりね、二次業者、三次業者さんにも、やっぱこういう時は保証するべきだと思いますし、結局そのね、販売店につながる問屋さんとか業者さんの全ての売り上げが GDP ですからね。だから GDP ギャップものすごく起きると思いますよ。だからそこに全部資金投入していって、GDP を維持する。名目 GDP だけでも維持していくとかね。で、その間の業者さんっていうのが、もう他にないわけですから、売り上げを作る要素が。ね、リモートワークとか、なんですか、できないですからね。で、それから、テイクアウトもないわけじゃないですか。ね、ここの最後の飲食店さんはまだね、テイクアウトっていう可能性がありますけども、本当にテイクアウトなんてスズメの涙ですからね。元々の売上利益を確保できるわけないんですよ。一部のところはできてるんで、そこを取り上げてね、なんかニュースメディアとかに成功例として出してますけども、珍しいからそうやってニュースになるわけですからね。ほとんど無理ですよ。だってそのテイクアウトでやっていけるんだったら、テイクアウトやってますよ、もともと。そっちの方じゃ割が合わないから、テイクアウト抜きにして、店舗の方でしっかりとサービスとね、環境を提供してる、そういうビジネスになるわけじゃないですか、飲食店っていうのは。だから飲食店はテイクアウトすれば問題解決ってことはないですからね。それにしてもテイクアウトっていう、少しでもね、売り上げの糸口がありますけども、じゃあそこに納品してる素材を仕入れてる業者さんとかどうですかね。どうしようもテイクアウトできないですよね。じゃあ牛肉10キロありますとか言ってね、それを何ですか、お宅に届けるんですか、ウーバーイーツするんですかって話じゃないですか。無理ですよね。だからそういうふうな立体的に商売の仕組みを考えていくと、本当に、愚かしいと言いますかね、時短要請とかね、なんとか要請とか休業保証金とか全然保証されてないと思いますよ。東京もひどいもんだと思いますよ。小池都知事がね、やっぱり自分のことだけで、涼しい顔でなんかやってますけどもね、東京都民の、死にあえぐ姿っていうのがね、本当痛々しいですね。私なんてのは販売業者とのつながりもありますし、そういうところのね、ご相談もいただくんで、本当なんかどうしようもないっていうかね、小池都知事ね、もし人間の心のね、少しでもあるんだったら、山本太郎さんの言ったような提言を引き継いでもらいたいと思いますよ。山本太郎さんがやらなくても、小池都知事がやっても、それは都民が救われるならいいじゃないですか。小さいね、プライドっていうかね、人の公約をね、使うのは気に食わないかもしれませんけども、そんなことね、多くの人は覚えてないですよ。
そうじゃなくて、やっぱり救われてありがとう、そういうふうなね、うん、何人の人に妬まれても、どんな苦言があっても、たった一人の都民が喜んで命が救われるんだったらいいんじゃないかと思うんですけどね。まあ大阪もちょっとねひどいもんですけどね、大阪も東京も大都市というか、うん、大首都と言いますかね死ぬ道路みたいな感じになっちゃいますけども、ちょっときついですね。都民ファーストの会ってありましたよね。でもね、都民ファーストの会じゃないですか、ウェルって書くんですけども、都民ファーストの会というふうに名付けるかなというところでございます。そして大阪都構想も結局都民ファーストの会ということで、2つとも飢えてしまうんではないかなと。まあ上級国民はね、大丈夫ですけども、一般国民はちょっと苦しい暮らしが待ってるのかなと思います。うん、特に大阪ってのはね、業者さん多いですからね。うん、まあ東京もですけども、ひどい話だと思うんですよ今回は特に、うん、ということで、なんかね私にできることは限られてますけども、こうやって、少しでもね皆様の業者さんの苦しみとか一般国民の苦しみが伝わっていけばなと、そして何かのね行動のきっかけになればなと思っております。もちろん私の方ではですね、個人で稼ぐっていう方法もありますんで、そちらをしっかり活用することによってね、売り上げを作れる人は売り上げを作っていって、商品を買える人は買っていって、経済をどんどん回していく、その一翼を担っているつもりでございますんで、ビジネスをねしっかりと鍛えていく。ビジネスっていうのは購入するというビジネスでもあるし、販売するというビジネスもあるんですよ。だからビジネスがうまくいくって、売る方も買う方も両方成り立たせてるわけですから、ものすごい GDP 効果、経済効果高いと思いますんでね、一人一人がビジネスをやめるんではなくて、こういう時にできるビジネス、そう、インターネットを使ったビジネスをね、しっかりと鍛えていこうと思います。私もね、インターネットビジネスのベテランですから、一人でやって、一人で稼いで、一人で使っていく。まあ、これにはね、随分と、まあ、長けていると思いますんで、しっかりと放送させていただきます。それでは、行ってらっしゃい。